はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、イラさん、今週の一冊をお願いします。はい、今週の一冊はですね、これは、文春新書の出たばっかりの新刊ですね。まさにですね。編集部の人が送ってくれたので、今日持ってきましたけど、チャット GPT vs 人類。平和弘さんっていう、ネット系のリベラルアーツを教えている大学の先生でもあるんだよね。だからこれ不思議だね、本当に。まあチャット GPT がどういうふうに急激に進歩しているかっていう話が具体的に書いてあるんですよね。でチャット GPT なんかも元になっているデータベースも公開されていたんだって。昔は Google が作った C4 データセットっていうのを、みんなこれを AI みんな使ってるらしいんだけど、うん、そこの組成とかも書いてあるの。Google が 0.46、 Wikipedia 0.19、 これパーセントね、うん、で上位10位の中にはニューヨークタイムズ、 LA タイムズ、ガーディアン、フォーブスなどが入っている上に、幅がすごく広いんで、ロシアの公式の政府のニュースサイトとか、白人修行支持者とか反 LGBT 関係のサイトのやつも入っちゃってるんで、そっちの方に話を減ると変な風になっちゃうのはしょうがないんだって、と言いながら、これからなくなる仕事の話とか、チャット GPT が最初の3年か4年で100倍ぐらい優秀になるような過程っていうのが割と細かく書いてあるんで、今そのチャット GPT 生成 AI かに興味のある人はちょっと読んでみるといいかもしれないです。なんかその中で僕らはこの間もね、うん、チャット GPT の話しましたけど、うん、まあある程度今の時点では僕らなりは、まあちょっと このくらいまでかなみたいなあったじゃないですか、うんうん、なんかイラさんの中でその本読んで意外と、いや、なんか新たな発見みたいなことってありました？新たな発見で一つ言えばね、うん、その人間の意識とか人間の脳自体がブラックボックスなので、うん、生成 AI とか AI 全体がブラックボックスなのはしょうがないんじゃないかっていうようなこともちらっと入ってる。だからもし今人間が意識があるっていうんであれば、もしかしたらそのチャット GPT や AI にも謎のままのブラックボックスの意識が半分ぐらいあるのかもしれないねっていう視点はちょっと新しかった。まあ、だって人間脳をね、うん、ある元にしてるわけですからね。そう。なので逆に言うと、そこのところで説明してこれがいいんだよっていうふうに価値判断とか評価をさせるようになると、逆に AI としての能力が落ちていくんじゃないかっていう気も僕するんだよね。人間だって直感で選ぶときにこれだって言うけれど、なぜいいかって言われたら後々にならないと本当に分かんないときあるじゃない。でもそっちの方が実際には正解ってこと多いよね。なのでそう考えると、なんかちょっと AI も不思議なところにいるなと。でもこの間思いました。ちょうどチャット GPT で、うん、やっぱ語学学習も今後いろいろ変わってくるって言われてて、うんうんうん、でも実際どうなんだろうと思って、僕も結構また語学、英語のでいろいろそういう系の本読んでるんですけど、一個いいなと思ったのが、うん、洋書を読むときに、うん、やっぱり自分が大体読めるレベルってある程度あるじゃないですか。うんうん、で特に好きな文体とかも、うん、例えば村上春樹の洋書を読むぐらいの人が、うん、他に同じぐらいの英語のレベル、例えばいや1984の原書を読むぐらいのレベルの人が、うん、他に読むべきおすすめの洋書5冊、うん、でさらにその世界観もそれが好き、同じ村上春樹好きぐらいの紹介してくださいです。結構ぴったりの出てくるんですよ。へー、それはすごいね。ただ実際本当にぴったりかどうか僕も読んでないんで、うん、ただその辺は結構出せるみたいだから、うんうん、まあ、そういうのあったら面白いけど、またそれも頼るとどんどん鈍ってきますね、自分の、うん、そうだけどでも面白いよね、うん、要するに、まあ、チャット GPT ってこういう言葉がある、こういう考えがあると、それに連想式にこうやってつなげていくのね。そうそうそう。でこう連想としてつながりやすいっていう、つながりやすさでつなげるの。でも人間ってここに因果とかストーリーを作るじゃん。こっちの方が全然ないのに、意味としてはこっちの方だけでできてしまうっていう、うん、ここがなんか本当に AI は不思議なんだよね。そうですね、だから面白いとも思ってない、いいとも思ってない、ただ春樹につながるのは孤独だねみたいな感じで、こういうふうにただつなげていくだけなのよ、うん、なんか要素つなげてんでしょうね。そう、ただ村上春樹という人はどういう人なのかみたいなことは AI は全く判断してないわけ、うん、そんなことできないから知らないし、因果律、ストーリーはない、独身、子供がいないみたいなことは全然関係ないわけ、うん、うん、なかなかノーベル賞は来ないみたいなことも関係ないわけ、ただつながりやすいのをつなげてるだけなんだよね、うん、でそういうものが意外と正解にたどり着くっていう、この不思議さね。そうですね、うん、なのでまたね、今日昼話してましたけど、まあ、どこかのタイミングでひょっとしたらまたね、チャット GPT、ね、そうだね、チャット GPT はもうちょっと形が分かったら、はい、もう一回やってもいいかもしれないね、はい、でもまあ音としても、音ラジ始めた時チャット GPT の茶の字も僕ら言ってませんでしたからね、でも、まあ、もちろんあったけど、あ、 AI をやったじゃん、うん、でその AI でやった時の回の答えはほぼそのまま正解、うん、意識はない、階層的に学んでいる、でね、うん、連想で選ん、言葉を選んでいるだけ、うんうん、じゃあまた一
1年後そう想像性はないっていう面白いねやってみましょう、はい、ということで、今回はチャット GPT 対人類でした。はい、はい、今宵もご視聴いただいてありがとうございました。また次回お目にお耳にかかりましょう。それでは、はい、おやすみなさい。